新日本フィルの指揮者をしてた時代があるので、よくここでも大工もしました。一度小沢先生がゲネプロに聞きに来られたことがあって全然知らなかったんだけど、まあ大工の稽古をやってて。それでなんかオーケストラがざわついてんですよね。僕だけ気が付いてなかった最後のまあサウンドチェックなんですけど、バランスどうとか言ってなんか僕が言ったら。 オッケーとか言って小田先生が教えて全然気がつかなくてずっとそのやってたんだけど小田先生風邪をひいてらしてそのゲネプロワーって僕は会わずに全然知らなかったの僕は。で練習の途中からもう顔だけ出されてそれ「ケーだけ言って帰られたね <laughs>。どうも本番にまた来られたらしくてそれもすごくやっぱり嬉しかったですよねやっぱりそうやってなんて言うんでしょうねやっぱ応援してくださったっていう やはり豊かな音ががしててそれでいい非常に透明度が高いということですよねこれはもう世界中のホールでもやっぱり名ホールと言われているホールっていうのはまずやっぱり豊かな響きがするこれは大事なことなんですよすごくオーケストラの迫力がある音に包み込まれるっていうかねだからそういうものがありながらすごくそれぞれのパーツが鮮明に聞こえるっていうのがやっぱりこのサントリーホールのすごく特徴じゃないかなと思います。このののホールというのはまあこうワインヤード型の あのホールということもあるので、オーケストラがその拍手に包み込まれた感じがするじゃないですか。ま、それによって、また演奏会も盛り上がるし、あのそういうことも含めて、あの何て言うかな？感動を作りやすい。そうした場を作りやすい。その音というんですかね。その場空間がいっぱありますね。 トーのアティストとして本当にこの舞台に立つことはすごく喜びですしこうしてまあ今日も本番なんですけど本番前にここで稽古をしてえここにまあサントリーホールに来られるお客様が来られるその中で演奏ができる何か特別なことが特別なことがいろいろ用意されててそれでこの舞台に上がれるそうしたこうワクワク感でいっぱいになるんですね。 オーケーストラっていうのはやっぱり人間の集団ですから必ずしもいい稽古ができたからといっていい本番ができるかどうかわからないんだけどえ僕だけではなくてオーケーストラのメンバーも一人一人にそうしたこう期待感あるいはこうなんて言うんでしょうねそうしたいい演奏会をするんだ今日の創造物を作るんだっていうねえそうした気分にさせてくれる場所だと思います。みんなががそれが本当に 音楽を聴く目的のためにここに集まっててそういうものを感じながらお客さんも今度サントリーホールに聴きに行くこのオーケストラ聴きに行くとそうししたたものがはっっきりしていホールになったなあと思いま,す、ねまあ、ますますこれからもうこのホールが間違いなく日本を代表するホールでしょうし、まあ、世界中のオーケストラが憧れる舞台であってほしいなと思いますね。